株式会社セラック代表取締役の宮崎でございます。本日はお忙しい中、当社企業説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。はじめに事業内容及び成長戦略を説明させていただいた後、ご質問に回答いたします。それではよろしくお願いいたします。本日のご説明内容です。まず簡単に会社概要及び事業内容をご紹介し、4点の成長戦略をご説明します。その後、進行期の経営進捗や計画進捗と株主の皆様への還元施策についてご説明します。当社株式会社セラクは IT 技術教育によりビジネスを創造し社会の発展に貢献するを経営方針としています。設立は1987年、私宮崎が創業社長として現在も代表取締役を務めております。従業員数は連結で約3400名、 90% 以上が IT エンジニアで構成されています。10月15日に2024年8月期の通期決算発表を控えております。これまで新しい技術トレンドに先駆けて事業化を行うことで規模拡大と売上とともに利益成長を続けております。クラウドシステム運用定着化事業につながるセールスフォース領域も2010年代初め頃から取り組んできました。これが現在のセラク CCC につながっています。また2014年には農業に IT で貢献する緑クラウド事業を立ち上げ、2023年には生成系 AI サービスニュートン X を開始するなど、大きな社会課題や未来を変えていく先進的な技術において自社サービスを創造し事業化しています。今後も技術トレンドに先駆けた事業化に加え、高い利益率での成長を実現する自社サービスによって拡大を続けていく計画です。次に現在当社が向き合う社会課題と取り組みを簡単にご説明します。まずは IT 人材の不足や IT システムのクラウド移行に取り組んでいます。そして社会の大きな課題である農業および一次産業の IT 化に対し、 IT による生産性向上や課題解決を実現する緑クラウド事業を行っています。さらに生成系 AI のビジネス活用について将来性を見込んでいます。急速に発展するこの市場において、 AI ニーズの発掘から導入運用を実現するニュートン X を通じて企業の AI 化を支援しています。これらの課題への取り組みを行う事業セグメントとしてはこの3つで構成されています。主な事業としてはデジタルインテグレーションセグメントです。ネットワーク構築運用などの IT インフラや業務システムを手掛けるシステムインテグレーション領域と、クラウドシステム定着活用支援などを手掛けるデジタルトランスフォーメーション領域で構成されます。システムインテグレーション領域は規模が大きく、長期安定的に顧客との案件が継続していくため、積み上げ継続型での成長が特徴です。加えて農業 IT を手掛ける緑クラウドセグメント、そして事業子会社セラクビジネスソリューションズの機械設計エンジニアリングセグメントによって構成されます。2024年8月期において売上高220億円、営業利益22億円を計画しておりますが、
今後のマイルストーンとして、まずはクラウドシステム運用定着領域の利益率向上で営業利益率を高め、早期に営業利益40億円を実現します。その後、現在投資フェーズにある自社サービスが収益化フェーズに移行する段階で営業利益率を 15% 以上に高め、時価総額の最大化を実現します。さらに時価総額を背景に、新しい技術領域での事業拡大など多角的な成長の取り組みにより、売上高500億円への規模拡大を実現し、その後の成長へとつなげていきます。本日は成長ビジョンとして、次世代の成長、クラウドシステム運用定着領域の将来像、緑クラウド事業における中心サービス楽々出荷及び生成AIサービスニュートン X の成長ビジョンをご説明し、投資家の皆様に当社の成長戦略をご理解いただければと考えております。 IT 人材創出モデルにより、新しい技術トレンドに対応し、ビジネスを創造することや市場の拡大に応じて地方展開や人数規模の拡大を行うことで収益性を高めていくなど、当社独自のノウハウにより優位性を獲得してきました。加えて、パートナー組織によるエンジニアの採用に依存しない新たなビジネスモデル構造による今後の高い成長に向けた取り組みを進めています。これは今までのエンジニア数によって成長を実現するビジネスモデルからの進化であり、その成長性は今までをはるかに超えるものになるはずです。当社エンジニアに加え、現在1000社を超えるパートナー企業の人材をプラットフォーム上で可視化し、顧客との案件にマッチングさせる仕組みを確立しています。これにより顧客に対しては IT 人材の調達力を提供し、パートナー企業に対しては当社の営業力を使って有料案件の獲得につながるという価値を提供しています。基本的にはエンジニアの稼働単価と稼働するエンジニア数によって売上と利益が積み上がっていく構造になっています。今後は一つの案件に参画する人材の体制化を進めていくことや、契約形態が請負契約となっていくことにより、エンジニアあたりの売上利益額が伸びていく見通しです。なお、成長の大きな力となっているパートナー企業については、この半年で350社増加しており、システム開発会社を中心に順調に拡大を続けています。次に、クラウドシステム運用定着領域の将来見通しです。当社はこれをクラウド化による新市場の出現と捉え、旧来の IT 人材とは大きく異なるスキルを持つカスタマーサクセス人材の育成で優位性を獲得しています。この領域では、現在顧客管理営業管理システムのセールスフォース、人事労務システムのカンパニー、業務プロセスデジタル化のイントラマートを手掛けています。この領域において、当社は単にクラウドシステムの初期開発や導入を行うのではなく、その後永続的に行われる運用や定着支援を伴走型で行うカスタマーサクセスを最大の強みとしています。今後年間 20% 以上の成長率で、カスタマーサクセス人材の
人数が増加し、顧客者数は5年間で3倍の600社以上になることが見込まれています。そしてこの領域は現在でも全社平均を上回る高い売上成長率と利益成長率で推移しているだけでなく、セラク CCC では営業利益率が 15% 以上、カンパニー領域においては営業利益率が 20% 以上となる利益率の高いビジネスとなっていきます。これは当社のカスタマーサクセスが付加価値として市場で評価されていることに加え、先端技術領域ということで人材の希少価値が高く先行優位性を有していることが理由です。今後もカスタマーサクセス国内ナンバーワンのポジションを確立し、利益率をさらに高めながら売上成長率も高めていきます。次に楽々出荷についてです。当社では2014年から農業を含む一次産業の将来課題に IT で貢献する緑クラウド事業を開始し、ビニールハウスなどの補助環境を IoT でモニタリングする緑クラウド、その技術を畜舎環境に応用したファームクラウドに加え、培った技術を農水産ソリューションとして提供してきました。その中で JA 広島様との取り組みにより、成果の収出荷業務を効率化する QR コードとスマートフォンアプリを使った楽々出荷を開発しました。これが大きな効率化をもたらすと評価され、現在全国の JA に向けて販売を開始しています。すでに複数の JA において導入の準備が進んでおり、今後流通ラベル数に応じた売上利益の拡大が見込まれています。直近では年間1億2000万枚の流通量を目標とし、将来的には収出荷以降の工程へのサービス拡大や漁業など農業以外の生産物流にも応用を見込んでいます。これはまさしく農業の DX化の本流となるものです。楽々出荷については実際の事例を動画でご用意しています。3分程度の動画になりますので、ぜひご覧ください。これまでの収出荷作業は、市場出荷物の取りまとめや検品に人員や時間、労力が非常にかかっており、出荷をする生産者、集荷をする JA の集荷担当者双方にとって負担となっていました。生産者にとっては伝票と段ボールの2つの記入作業があり、集荷担当者はその伝票をもとに数量を目視で確認し、販売伝票を書き起こしていました。さらに事務所に戻ってから全ての販売先にファックスを送るなど多くの作業があります。場所の制限もあり、全て人の手に頼った作業であったため、時間もかかり間違いが起こりやすい状況でした。このような収出荷作業における課題を解決してくれたのが緑クラウド楽々出荷です。楽々出荷の導入で手書きの紙伝票を使用することがなくなり、作業時間の短縮と労力の削減が達成され、また人的エラーが発生しにくい状況を作ってくれました。出荷先別で伝票の用意や段ボールへの記載が異なり、それぞれ用意する手間が負担となっていました。課題となっていた紙媒体でのやり取りは減りました。これまで手書きで行っていた生産者番号、規格などを書く必要がなくなり、シールを段ボールに貼るだけになったことで、出荷時の段ボール作りの作業スピードが上がり、出荷作業全体の時間短縮につながりました。時間と労力、これが削減ができたことはもちろんなんですが、まあ、いつ誰がですね、出荷に来たのかをタブレットで出荷担当者の方から確認を
ができるようになりましたので、より迅速に生産者へのサポートを行うことが可能になりました。実は私どもこの2023年4月よりですね、県内9つの税が合併をして新たに税広島という形に生まれ変わっております。この9つの税はですね、全てその収集家業務に関しては全く同じような課題を抱えております。ただこのシステムをやはりこの県域にしっかり進めることによって、よりスケールメリットを生かしたですね、生産販売に役立てていけると思っておりますので、そのあたりの期待をしているところでございます。新しいサービスだからこそ密にユーザー様と連携を取りながら、ご要望のあった機能につきましては随時アップデートを続けていきます。今後も緑クラウドではデータの活用によるスマートフードチェーンの実現や付加価値の高い成果流通に寄与していきます。次に AI 活用サービスニュートン X です。昨年春頃から AI ビジネス市場が急速に拡大しており、今後は AI の活用が進むかどうかがその企業の成長性に大きく影響を及ぼす社会が想定されます。そのような中、当社はいち早くビジネスを開発し、いち早くサービスを開発し事業化を行いました。今後さまざまな業種業態で AI の活用が進んでいくことが予測されていますが、当社は自社での開発や導入が困難な中堅企業を中心に10万社程度を当面のターゲットとし、 AI による生産性向上の支援やファインチューニングといわれる企業内固有のデータを AI 化することで競争力向上の実現を支援していきます。営業体制の強化への投資を行い、増加するニーズへの対応を進めています。今後はパートナー制度なども導入し、3年後には3000社程度への導入を計画しています。直近の計画進捗をお伝えします。2024年8月期は営業利益が前期比で 15.2% 増加します。またこれに伴い営業利益率も 10.2% に向上する見込みです。合わせて売上高も220億円への成長を計画しております。配当は前期比2.6 円増配となる1株あたり13円を計画しています。第三四半期の決算が出ており、このような業績となっています。通期計画に対しおおむね順調に推移していると言えると思います。先ほどお伝えした通り、今期の配当は13円を計画しており、配当成功は 12.1% となります。また2024年10月期を期限とした自己株式取得を発表し、先日実施が完了しました。個人投資家の皆様にぜひ当社のことを知っていただき、株主として応援していただければと考えており、今後月1回程度のペースで企業説明会を実施していきます。2016年7月からの PR 営業利益率を示したグラフとともに、株価推移や売上高、営業利益額および各期の成長戦略との相関を示しております。売上高の成長による規模拡大を続けながら営業利益率を高めている現状と、成長戦略としてもクラウドシステム運用定着領域の事業成長や
今後の大きな利益貢献が見込まれる楽々出荷、ニュートン X への投資と今後の成長が見込める中での現在の株価水準は割安だと言わざるを得ません。成長戦略を多くの投資家の皆様に評価していただき、我々がその戦略を着実に実行していくことで株価水準は上がっていくものと確信しております。以上となります。続いていただいているご質問に回答いたします。株価向上に向けた成長戦略を教えてください。現在時価総額500億円を通過点として設定しています。そのためにはまず営業利益40億円の実現を見据えています。まず一つに人材プラットフォームを利用した成長ですね。二つ目としてセラク CCC カンパニーなど高い利益率を実現する事業へ注力していきます。それから三つ目として楽々出荷ニュートン X ですね。こちらの自社独自サービスにより利益成長を実現していきます。また加えて株主還元の拡大にも取り組んでまいります。現在の株価をどうお考えでしょうか。そうですね、現在当社の株価は先ほども申し上げましたけれども、私としては非常に割安な水準であると考えています。既存事業も、お示したようにずっと成長してきているわけですね。それに加えて、自社サービス、利益貢献、利益率の大きい楽々出荷、ニュートン X などですね、これらの将来性を考えていければいただければですね、現在でも本当もっと高い評価を得られてもう当然だと私考えておりますので、株価に反映されるのも近いと思っております。株主還元についてのお考えをお聞かせください。配当についてはですね、安定配当ですね、加えて、業績連動型配当ですね、これを通じて株主還元を充実させていきます。そして加えて自社株買いも行っていく考えです。 M&A についての方針や戦略について教えてください。当然ですけども、当社との親和性の高い技術を持っている会社が対象になり、シナジーが見込める、会社企業ですね、適正な価格で、できるだけ適正な価格で取得していきたいと考えております。クラウドシステムの運用定着を強みとしていますが、一般的なシステム開発会社との違いは何でしょうか。クラウドシステムは導入企業のビジネスの成長や、成長に合わせて機能改修やカスタマイズが常に必要なところが違うところですね。またシステムを導入したけどもなかなか定着しない、うまく使えないという大きい問題が、実際はシステムを導入した会社に起きることが多いわけですね。そういったところを解決するものです。これを一般的なシステム開発と異なるものとしてカスタマーサクセスと呼んでいます。私たちはクラウドシステムの運用定着化という新しいマーケットが今後大きく拡大していくと考えております。緑クラウド楽々出荷の導入拡大や営業状況はいかがでしょうか。そうですね、来年度に向けてすでに複数の JA での取り組みが決まってますし、具体的にはトライアルってお試し利用っていうのがあるんですけども、こちらがもういくつかのもう JA で進んでいます。そういうところで JA さんのでの、拡大が大いに期待されるところです。農業や AI サービスと多方面にサービスを提供していますが、御社がビジネスに対して取り組む姿勢についてお聞かせください。一つは社会問題の解決、IT 技術で貢献するという点ですね。次に、これまで続けてきたことですけども、時代の変化に伴いですね、いち早く新しい領域に取り組むということですね。それで現在まで一歩一歩
継続して成長を実現してきています。緑クラウドについて海外でのニーズやサービス展開の可能性はいかがでしょうか。はい、まあ、特にアジア圏においてですね、いくつかの国ですでに、使われているという実績があります。将来的にはですね、海外のサービス展開はあり得ると、私としては考えております。楽楽出荷はどういった経緯で開発されたのでしょうか。はい、私ども緑クラウドでですね、全国の農家さん農協さんと関わりがあるわけですけれども、そういう中で JA 広島様よりですね、 DX 化に取り組みたいという打診がありましてですね、いろいろヒアリングを行い協議していったらですね、現場ではですね、収出荷業務が手作業で行われているという状況が分かったわけですね。そこで楽楽出荷っていうのを共同でですね、開発していったというのが楽楽出荷の始まりですね。はい。IT 人材プラットフォームにおいてパートナー企業がセラクを通じて案件を受けるメリットを教えてください。パートナーの企業は多くがあまり企業規模が大きくないという会社が多いので、営業力がですね、特に強いというわけじゃないんですね。そういった中で、私どもは大手企業と取引がございますので、そういったプロジェクトにパートナー企業のエンジニアの方がですね、参画できるという、そういうことが一つのメリットですね。エンジニアにとっても、そういう活躍ができるというメリットがあります。当然パートナー企業としてはエンジニアのですね、そういう空きがなくな生産期間の空きがなくなってきますので、生産効率が高くなるということがあります。パートナー企業が急増しているとのことですが、今後さらに IT 人材プラットフォームのパートナー企業を増やす施策について教えてください。これはパートナー様とはですね、当然ですけど海の関係を築いていかなきゃいけないと、築いていくことが大切だと思ってまして、我々は社員教育っていうのは非常に力を入れて、特に技術者教育ではいろんな、コースがあるわけなんですけども、パートナー様向けにはウィナーシッププログラムという名称で、当社の教育プログラムをですね、無償でパートナー様に実施して、スキルを習得して上で、また当社のプロジェクト仕事もですね、その上で、ご用意するというような取り組みをしておりまして、これはパートナー企業さんにとって社員教育にも役立ちますし、技術力をつけて、さらに仕事もですね、あっせんといいますか、プロジェクトに参加というのにつながるというので、共に良くなる関係を築いていくというところで、成長は共に数パートナーさんを増やしていきたいと、そういうところで考えております。経営理念に変化にチャレンジするとありますが、これまでの変化へのチャレンジについて教えてください。そうですね。先ほどから少し申し上げてたところもあるんですけども、IT の環境という技術、世界ではですね、技術トレンド、どんどん新しいものが出てくるわけですね。そういう中で技術やですね、そのトレンドの変化の対応っていうのをいち早くやってきたっていうところですね。インターネットが始まるとインターネット事業ですね、それから iPhone とかスマートフォンの普及に合わせてアプリ開発を行うエンジニアをですね、育成してお客様にサポートする、そういうアプリもですね、国内で一時ナンバーワンと言われるようなアプリもリリースしたっていう、そういうところでは経験あります。最近ではですね、当然ですけどクラウドシステムの運用定着化っていうところのマーケットですね、クラウド時代にはこれがですね、大きく大切になってくるということで、これもいち早く取り組んで、これを専業として明確に打ち出している会社って日本にそうないわけなんですけども、そのトップ企業として今確立してきているというのもその一つですね。
技術の変化に先駆けて事業展開を行ってきたっていうところでは、直近ではニュートン X っていうことになると思います。AI 活用としたサービスの提供ですね。こういう技術トレンドとともにですね、まあ、我々のもう37年、過ぎて38期目になるんですけども、大きくはバブルの崩壊やリーマンショックですね、そういう経済環境の変化とか東日本大震災とか新型コロナウイルスの環境なのですね、流行などいろんな問題が起きたんですけども、そういうところにおいても、そこの、まあ、状況を正確といいますか、我々何に判断してですね、それに、まあ、変化に対応した会社の方針とか体制をですね、作って実行してきたということが、まあ、今日までですね続けてきて、さらに発展してきた大きい、まあ、その変化にチャレンジっていう経営理念にも謳ってるんですけども、一番、まあ、私どものところのそういうところに現れていると思っております。ご質問への回答は以上となります。本日は多くのご参加をいただきありがとうございました。以上をもちまして、株式会社セラク企業説明会を終了させていただきます。ありがとうございました。